はい、こんばんは皆さん。スプレーアップでのべるちゃんと梅ちゃんです。なんかハゲそうじゃない俺。大丈夫？え、やだ。え？私なんでヨーグルト結婚したの？何？愛してるからでしょ。ハゲないからと思った。え？ハゲたらバイバイなの？ハゲたらもうおしまい。契約おしまい。契約おしまい？結婚の契約おしまい？やべえって。やばいね。なんかベロちゃんがなんかすごいやばいの作ったって聞いて来たんですけど。はい。やばい。そうやばいと思う。だから。俺多分ね、これね見たけどね、うん、自信がありません。なんで？あのそういうシーンを書くってこと？あの俺はこれをね書く勇気がありません。すごすぎて。あ、書けないと思う。あ、そうなの？そう。まあでも鬼滅の刃の映画をまだ見てない人は、うん、あのまだこれは見ないようにしましょう。本当に見ない。見ちゃダメ。ね、見ないね。まだ見たことがない。映画見てない人は見ないでください。はい。Okay? 見た人はエンジョイ。見た人はエンジョイ。エンジョイ。やばいよ。やばい。泣きそうなんだけど。もう泣きそう。泣いてんだけど。ベロかけばいいじゃん。もうちょっとこれかけないです本当に。いや私はかけない。泣く。泣く？泣く。この BGM やばいな。泣いてんじゃん。うん。いやマジで泣いてんじゃん。なんか、ね、本当に悲しい。本当に泣いてんじゃん。こんなベロコメントできないようなやつを作っちゃう。やばい。すっげえ優しい顔してるね。優しい顔。ちょっとなんか喋ってみるじゃん。喋れない。喋れない。全然喋れない。ベロちゃんマジ泣いてんじゃん。映していい？いや。ベロちゃんマジ泣いてんじゃん。ちょっと。しえ？うしいです。辛いよね、なんかね、大切な人はいなくなるっていうのは、うん、なんか、多分ね、俺はベロちゃんがいなくなったら、うん、一番辛いね、人生。
ですね。泣いてんじゃん、マジ。なん、どうした、大丈夫？めっちゃ泣いてる。大丈夫？映していい？ダメ。マジ泣いてんじゃん。笑ってんのそれ？笑ってない。おー、なんだ、缶が潰れてる。缶が、あ、そっか。え、そんなことある？たまたま？色すごい。もう一回。え？もう一回。いやいや、朝日やったのこれミスター。うん。でも大丈夫。え？え？何？何？大丈夫って？もうこれ以上かん辛くてもうこれで終わらせて、もう一回かけない。ああ。その音楽とね、うん、この絵がやばい。やばいよ、もうなんか、いや久しぶりになんか映画でさ心がギュッてなったね。どうですか、ブルちゃん。心ギュッてなったね。はい。もうノーコメント。ノーコメント。悲しくて。え、やばい、めっちゃ綺麗じゃない？ねえ、ねえ、このさ口のとこ焦げた感じ、リアルに焦げた感じのとこやばくない？リアルに焦げた、やばくない？もうやばい。炭治郎の顔、表情がやばい。なにこれ、表情がやばい。 OK、うん、はい、ということで、まあ、この動画もいいなと思ったり、こういうのやってとか、もしリクエストがあったらぜひぜひコメントください。 OK、 チャンネル登録と高評価とコメントも忘れないでください。はい、はい、このシーンが